じゃあ竹下さん、お菓子を考えるワークショップに。はい、お願いします。お菓子を考えるやつなんですね。本当皆さん、あの口を動かしたままで全然構いませんので、あのそのままもぐもぐしながら、やってください。では、あの、まあ、実際こうお菓子を考える前にですね、皆さんにこういろいろとちょっとそれぞれ、自分がこういう時ってどうかなみたいな、ちょっと考えてもらいたいなと思ってます。それをですね、手元の紙に、まず、それぞれ今要素1って書いてますけど、1番から4番まで、いろいろとお題を出しますので、それぞれのお題でですね、1つのお題につき3分、時間を取っております。できるだけたくさんこのお題について、考えていっぱい書いてください。でその後4つまで終わったらですね、グループで、お互いに何を書き出したのかちょっと発表してもらって共有してもらいたいなと思います。それでは1番、はい。自分が幸せを感じるのはどんな時？他の人にしてもらって幸せを感じるのはどんな時ですか？自分が他の人に何かをすることによって自分が幸せを感じるのってどういう時ですか？じゃあ今度は、自分がワクワクするのはどんな時ですか？ちょっと考えてみてください。どうぞ。今から5分時間を取りますので、グループ内でですね、お互いどういうことを書き出したのかを共有してもらいたいなと思います。ワクワクするのは計画です。今後のことを考えるのが好きな、自分の中食べてるときとか、自分で料理したりとかお菓子作ったりしてるとか。観覧の方々もよかったら中入って見られても大丈夫です。部屋にいるときとか、寝てるときとか、誰かに誰かの役に立ってありがとうって言われたら幸せ。まあ、一つは、まあ、その手料理含めて、まあ、いろんな場でも手料理を作ってもらうと自体が本当にやりたいですし、あと運転して運転誰かに運転してもらってとか遠くへ連れて行ってですし、あと、まあ、広い意味とらえば、まあ、飲食してもらうっていうか、青下さんとか。なるほどね、すごいしよう。そういう料理で見えないっていうのが不安じゃなくて、私は逆にワクワクします。気持ちが似てますよ。そうですね。いや、知らないことするって面白いですね。では皆さんのご意見共有できましたか？じゃあ次の要素に行きたいと思います。じゃあちょっと紙をこれは変えてもらえますか？まだスペースがある方も。じゃあちょっと要素2はですね、今までとは少し違います。まあ、今回の講義のですね、お題に挙げさせていただいたので、まあ、皆さんちょっと一度はしっかり考えたかなと思うんですけれども、要素1、佐賀の好きなところ、まあ、あのお題
ところも、これもまたたくさん挙げてもらえたらなと思います。3番目のお題です。じゃあ、佐賀っぽいってどんなことでしょうか。佐賀っぽいものって何がありますか。これも書けるだけ書いてください。グループ内で皆さんお互いどういうことを考えたのかを共有してもらいたいなと思います。幸せを私が勝手にイメージした幸せの青い鳥です。これ分からなかったってちょっと言われたんだ、補足しました。でなんかちょっと幸せなねシーンってこう結婚式の時とかもすごい幸せ感じたりとか、まあなんか家族だなとかいろいろあるかなと思います。で、まあ、要素に差がいいところも悪いところも多分たくさんあったと思うんですけども、まあね、ブラックホームランは山見で生み出されましたけど、佐賀のいいところをイメージするとか、多分いろいろあると思うんですよね。佐賀の名産物を買うとかもそうかもしれないけど、表現をするというところにちょっと要素2を使ってもらえたらなと思うんですが、これで佐賀の人、佐賀に住んでいる人がもっと佐賀を好きになるお菓子を考えてもらいたいなと思います。もしくは佐賀に縁のない人、全然佐賀知らないですよ。何あの県、魅力度ランキングもちょっと低いんじゃないのみたいな。そんな人も、きっと佐賀を、この菓子もらったら好きになるんじゃないの、この菓子食べたら好きになるんじゃないのみたいなものをですね、プロデュースしてもらえたらなと思ってます。で、これをですね、考える際に一番こう、注意してもらいたい。考えたお菓子、新しいですか？ありましたよね。何が新しいのかをちゃんと言えるようにしてもらいたいなと思います。あとですね、最重要と言いましたが、これ自分たちが中心となって企画して作るんだとしたら、愛を込めれますか？これワクワクしますか？楽しんでできますか？それを
最終的に投げかけてもらって、それをですねプレゼンの際にもぜひ伝えてもらえたらなと思います。まあ、考える時間は、大体20分くらい思ってますので、あんまり時間はないんですけど、もうそれぞれの要素は皆さんに考えてもらったと思ってますので、それをじゃああえて歌詞という限定されたものでですね、どういうふうに表現するか、そこにだけ時間を使ってもらえたらなと思いますので、どうぞこれから始めてください。よろしくお願いします。薄く引いてシャーってやったら、あ、丸く、カップに、そうそうそう、部屋部屋的な感じになる。携帯はくるくるする、くるくるする、その平たいところにこうアイスバーって広げて、なんかヘラみたいなのでシャーってやったら、もうくるくるくる、そう、下手くそ。これ自分でやるんですか？そうだけど、この状態で打って、ヘラかなんかつけといて、シャーってしてもらえば、この状態は平野で、サラです。イラストって考えてるのが、この上と下をどっちおかしいんですか？それももちろんおかしいし、うん、こっちおかしいです。歌詞を打ってなかった時に、なんかこの絵の部分をお菓子にして、上をそのバルーンみたいな感じで浮かせるようなことにするとか、このバルーン自体をお菓子にして、それを器に取るのか。でも、下がいいかも。綿飴とかでできるし、なんかあると思う。綿飴で花とか作ってますよね。あれ他に言えない要素とか、こういうの使いたいとか。綺麗に幸せな空っぽい感じ、甘いピンキーみたいなのりをジャンプしてとかね、塩気気なのと甘いピンキーで好んで食べれるようになる、ここに引き届けるのか、まるっとしたもので届けるのか、まるっとがいいかな。めっちゃ高そう。なんか、風みたいじゃないですか。下から手突っ込んで、こう、ちょっとやってるのが、これを上に収納できるような、下をかぶるっていう、出したことありますか？あ、パウダーとかジャムとか、ジャムとか、あと何がいいかな、あとここにこのイカの食感とかもあるイカミルみたいな、あれあるやん、イカのなんか瓶に入ってて、そう、あれの席食べたら美味しそうじゃない？つまみやつまみよ、つまみ大人にもいけるけど、いいねいいね、じゃあほんとだね、顔は大きな子描いていいこのそれどうするグラスって生き物とかあと2分です。開く、ここが開くです。やっぱ部屋だからもう緑にしとくそれしかないですよね。ここ何味？ここまで辛いですか？私たちの班で考えたのは、佐賀の家族団らんのマシュマロです。それが7つついていて、7つは基礎なので縁起がいい数だったんですけど、家族で囲んでみんなでもちっと柔らかいマシュマロをちぎって楽しむという形になっています。で、佐賀を知らない人たちに楽しんでもらおうと思っています。で、それぞれが佐賀の魅力を詰め込んだ味になっていまして、こちら佐賀の有名なお茶、羊羹、サガンルビーという佐賀大学が開発した柑橘類なんですけど、あと丸ボーロの味、佐賀ほのかの味、七賢人の佐賀愛の味ご存じでございますか？で、これがバルーンの空の
爽やかな味の予定になっています。爆発するポイントとしては何でしょう、顔がある子供が好きそうな顔があるっていうと、あとは謎の味があるっていうこの2つですね。これは次ってもう中身がまだわからない状態で次なので、ちょっとしたハッキーグッズみたいな感じにできるようになっています。以上です。ありがとうございます。先ほどのハンドクラブまだ全然固まってなくてちょっと恥ずかしいことになっているんですけれど、私の方が考えたのがもう全然見えないですが、佐賀の形をしたまず箱に入って、で仕切りがあって、でそこのちょっと完成しないんですけど、地区ごとに特産品を使ったお菓子やとか食べ物お菓子をなんか作って詰め合わせて、佐賀の人自身に佐賀の他の地域のことを知ってもらえたらなっていうものを考えようとしてました。完成してません。ちょっとワクワクするところとしては、開けた時になんか、ま、地図の形になっているというのがなかなかあまりないかなというワクワクするところで、また自分の住んでいるところはよく知っているとは思うんですけれど、なかなか他のところの特産品とかも知るのはあまりないかもしれないので、そういうところがワクワクするかなと思います。この周りの緑色っていうのは、まず一つがやっぱりこの県の雰囲気を出すために緑色にしたのと、あとまあ佐賀の海苔の色で、それを緑にしました。まあ、この緑の色 のところを本当に海苔にするかどうかはまだちょっとそこまでは話に立ってないんですけれども、あとこのお菓子っていうのは丸ボードを特に使ってみたらいいのかなと思っています。例えばその伊万里だったら伊万里牛やブドウなどのペーストを混ぜ込んだ丸ボードを出したり、沖だったら洋館味の洋館味、あんこ味のサガボードを出してみたり、そういうことをすれば、まあ、全ての自治体でこれができるのかなと考えています。これを食べた人にこれは伊万里のお茶の味かとか思って、ちょっとイメージを膨らませながら食べてほしいなと思います。以上で終わります。僕たちのファンが作った先ほどのファンと少し似ているんですけど、佐賀ケーキといって、もうケーキを佐賀県の形にしちゃおうという作戦で、その上にその各地の場所の食材を乗せようということで、サッカーボールの形をしたチョコ、イカの形をしたチョコ、フラの形をしたチョコ、カプセルの形をしたチョコ、チョキの形をしたチョコで、まあ、あるところはイチゴとかみかんとか、まあ、ブラックモンブランとか、まあ、レンコンの形をしたチョコ、バズンの形をしたチョコで、ここはもう平気なんで抹茶パウダーをいっぱいつけようと、見ただけでサッカーわかるケーキになってます。この中で美味しいのはここのここです。以上が僕たちの佐賀ケーキになります。部屋でくるくるバルーンアイスでって、パッケージの形がまず立体のバルーンの状態で下にカップがあります。で中身は最近流行ってるこうヘラでこうすくってくるくるってしていくアイスがあるので、それをそのバルーンのふわってしたところをこう5枚開きになるようになっていて、そこにこう貼り付いてるのをこうやって取ってもらって、下のカゴのカップのところにくるくるさせてもらえばいいなと思って布を作りました。で、味が5種類あって、いちご、みかん、嬉し抹茶、
米海苔で5色です。でも味ぶっ飛んでた方が目は引くかなと思ったので、それにしましたです。ありがとうございました。自分たちのチームは佐賀チョコということで考えました。コンセプトとしては誰もが買いたくなるようなお土産ということを考えました。キーワードの一つ目として佐賀らしさということで、佐賀県の名産でもあるみかん、いちご、嬉野茶、羊羹、のり、まあ、そして、まあ、他にもいろいろレモングラスとかもいいんじゃないかなと思っています。で、何使うのかっていうのはチョコレート、これに、県産のものをイメージしていろいろ作っていきたいと思っています。新しさとしてキーワードの2つ目になるんですけれども、私たちの手が届くようなお土産っていうのはフォトジェニックなものがないなっていうふうに私たちは考えました。そこで、みかんやいちごなどいろんな味があるので、それはフォトジェニックになるようにカラフルにやはりしたいなっていうふうに考えています。パッと見た目で、正方形ぐらいのチョコなんですけれども、やっぱり見た目で目を引いて手を手に取ってしまうような可愛らしいチョコを作りたいです。3番目のおまけについては、ちょっとワクワク感を出すためにやっぱりおまけを つけた方がいいなって思ったので、佐賀らしさを考えて七賢人、佐賀の七賢人のコクのふちこさん的なフィギュアをつけたいなと思います。その七賢人に例えばムツゴロウの着ぐるみを着たような感じで、ちょっと可愛らしさを出したいなと思いました。カラフルはさっきあったんで特に言うことないんですけどなんか見た目でなんか分かるように、なんかその石畳みたいな、なんかその正方形のチョコレートがバーってこう瓶ケースになんかこう敷き詰められている見た目だったり、パッて開けた時に正方形のチョコがカラフルにバッて乗ってたら、まあ可愛いかなって感じです。はい、以上です。バルーンがやっぱり佐賀っぽいかなと思って、バルーンの形なんですけど、楽しめる感じのお菓子にしたいってなって、まずこのバルーンのドーム型のところがチョコレートで、下のカゴみたいなところをキャンドルにしようってなって、そのキャンドルの温めた火でチョコレートが溶けて、そのチョコレートでその何ですかね、チョコフォンデュじゃないですけど感じにしようって思っていて、でそのチョコフォンデュにするお菓子をその佐賀のお米で作ったおせんべいとか丸ボーロだとか、そこもまた佐賀らしいものにして、チョコレートのドーム自体にも嬉野茶とか佐賀ほのかとか佐賀っぽい味にしようかなって考えました。以上です。ありがとうございます。他の班と似たようなところがあるんですけど、私たちはパッケージをバンって開けたら滋賀県の形をした海苔のせんべいの土台が出てきて、そこにその名産の品のやつをそれぞれ埋めていくっていうやつなんですけど、下が透明なラメ、透明、とにかく透明にしたものでお茶はお茶で、バルーンはみかんとかを練り込んで、そのカラフルとかを表現したいなっていうので、生き物とかムツゴロウとかはちょっとまあ味とかないので、色で想像したチョコレートで、玉ねぎなんて入れたかっていうと、私たちは佐賀県民じゃないんですけど、佐賀県に住んでるこのメンバーの子たちがその農産物とかで玉ねぎの匂いがする佐賀県が好きっていうふうに言ってくれたので、その佐賀を知らない人にも佐賀県を知ってる人にも佐賀のいいところを埋め込みたいなと思ったので、こういうパズル状の何個かこう粒のある共有できる形にしました。外装は焼き物の柄にしたいっていうのを言ってて、佐賀ってどこってよう言われるっていう話に入れて、なんか資料みたいな言われて、いや資料じゃねえよって思って佐賀県を全面に押す
もの佐賀県知ってる人も知らない人もこれ見たら佐賀県マスターになれるお菓子にしようと思います。佐賀県を知らない人は佐賀のことを知れるし、佐賀を知ってる人は佐賀のその味を知れるし、なんか例えば佐賀を知らない人が佐賀を知ってる人と一緒に食べたら説明しながら今度こういうものあるんだ、じゃあここに今度行ってみようかっていう会話の元になるような感じにしたいなと思います。このメニューについての説明をハトの部分に記載しようという考えも出てきます。以上です。佐賀を作らないことということで、元となるのは真っ白なせんべいで、これは佐賀のお米を使ったせんべいではなくて味はついていないです。でそれにイカの塩辛だったり佐賀ほのかのパウダーだったり佐賀牛のそぼろだったり海苔だったり漆の茶パウダーをかけて、その自分でいろんな味を楽しむことができる体験型のお菓子となっております。佐賀県はさっきやった時に何もないってことなので、それを真っ白で表します。それで自分なりの佐賀を作ってもらうっていう、別に、なんかサブキットってしてるからお菓子としてる時はその乗せるやつも一緒に入ってたりすると思うけど、まあ、自分でオリジナルのとかも作れるんじゃないかなと思います。でこのキットの、コンセプトになったのが、まあ、さっき佐賀はない何もない真っ白っていうのがあったんですけど、このまだ真っ白な佐賀県、まだこれから発展していく可能性がある佐賀県、知名度をこれからどんどん上げていく佐賀県を自分でこれから私たち自身でまた知らない人にとっても魅力を知りながら盛り上げていく佐賀をこうやって盛り上げようっていうキット、ぜひこれは売れると思うのでご協力ください。以上で終わります。どれが良かったかとか、あれの、ね、20分で完成するわけはまあないとしても、いやもうはっきり言うと竹下社長の無茶ぶりですよ。20分で3時間半会ったことない人と商品開発部作るみたいなね、よくやりましたよねみんなね。でもそれだけ追い詰められたからこそ知らない人でも話すしかなかったですよ。そう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 。でお互いちょっと分担して頑張ろうみたいになって、え時間ない、だからちょっとでも追い詰められる感じもちょっとワクワクしませんでした。時間ないけどやらなきゃみたいな。でなんかちょっと最後皆さんすごい楽しそうに各チームですねお話もされてたし盛り上がってたみたいだったので、それが私はすごく良かったなと思うし、無茶ぶりだったと思うんですけど、佐賀のことについて、そしてどんなんだったら幸せだろうっていう幸せなものになるかとかって多分これまで考えたことなかったと思うんですけど、今日すごく考えてもらったと思うんですね。で、佐賀って確かにないものもいっぱいあるけど、でもあるものもいっぱいあるじゃんっていうのも多分気づいてもらえたんじゃないかと思うんですよ。ないってね、結構みんな言うけど、私何でもあるじゃんって結構思ってて、佐賀すぐには最高だと思うんですね。そりゃディズニーランドはないさ、USJはないさ。でも、暮らすには本当最高でいろんなものを整ってると思うし、なんかそういった魅力をですね、皆さんやっぱすごくよく分かってあって、詰め込まれてるなって思いました。で、まあじゃあそれをですね、あげる人、もらった人、買う人がどういうふうにね、感じるか受けるかって、やっぱ難しいと思うんですよ。で結構ね、皆さんいろんな佐賀の魅力を詰めてもらったのはすごく良かったなと思うし、あとやっぱね、体験型とかっていくつか出してもらいましたけど、体験型って買っただけじゃなくて、もらった人がまたそこでやりながらワイワイ、そこでまたコミュニケーションを取るきっかけにもなるじゃないですか。まあ、最近増えてると思うし、まあ、本当今日話した中身を前でですね、置いてもらって良かったなって思いました。まあ、ね、プレゼンしてる中でも笑いが出るような、ちょっと
企画のものって多分いろんな方が興味持ってもらえると思うんですよ。商品化に向けてはまだいくつかハードルがあるかもしれませんけれども、本当面白い、提案を皆さんありがとうございました。どの班の何が面白かったですか？はい、私もやってみたいなって思います。じゃあもう一人ぐらい、男性で。どこの？アルーンの、あのチョコが溶けるやつ、綺麗。それはめっちゃいいなと思う。ちょっと聞きたいけど、だんだん時間もしてますよ。そうですね、そうですね。じゃあ、竹下さんは？私も結構ですね、そのトコ本とかも面白いなと思って、バルーンの形、ありそうで、佐賀っぽいなっていうのもあったんですけど、あとは、なんかね、7色のマシュマロをちぎって食べるって、どっかにありそうだけど、ないし、しかもなんか何の味出てくるかわからんみたいな、チケンジン味って言われたらちょっと気になりますよね。ごめんなさい。それを味にするちょっと衝撃を受けました。Q&A タイムに行きたいと思いますので、何か皆さんに竹下さんに聞いてみたいことある方、はい。竹尾高校の竹尾高校だからね、レモングラスを押したんでしょう。ありがとうございます。竹尾高校の星山と言います。今日はご講演本当にありがとうございました。企画ということで今日はものすごく楽しみにしていたんですけど、ちょっと今生徒会で特許の仕事をしておりまして、いろいろと企画を通すこともあるんですけれども、やっぱりそのやっぱ竹下さんにも社運をかけてこれだけは絶対にやりたいぞっていう授業があると思うんですけれども、そういう授業を周りの人にみんなに理解してもらって円満に何か通すような秘訣なんかありましたら教えていただきたいんですけど、いい質問ですね。いや、確かに自分だけがですね熱くなってても周りの共感がね得られないと、やっぱり自分一人じゃ何にもできないんで、味方を作っていくってすごく大事なことだと思うんですね。でもやっぱ最初に理解されなかったりするじゃないですか。もうそれってですね、もうやっぱりいかにちゃんと対話をしていくかだと思うんですよ。苦手な人だったりとか、ね、普段あんまりこう好きじゃないって言ったらあれですけど、方って多分向こうも、ね、それを感じるから余計そうなってるところがあると思うんですね。でも多分そのままじゃどうしても、ね、動かしたいものは動かせないし、そういった方こそ味方にやっぱつけたいわけですよね。でもそれってやっぱ知らない、相手のことを知らない、自分のことも向こうは知らないから、まあ、そういう協力したいと思わなかったりとかっていうことなので、やっぱ自分のことも知ってもらう、そして相手のことも知る、そして企画をこうことをですね、やっぱちゃんと丁寧に説明して理解をしてもらうことだと思うんですよね。こういうふうに一対多数な時って一定の情報を伝えることはできると思うんですけど、多分それぞれが一つの言葉を受けてですね、感じることって全然違うと思うんですよ。それですんなり腑に落ちる人もいれば、いやでもこうでしょみたいなことを思う方もたくさんいて、それはやっぱ一対一でちゃんと対話をしないと何も解決しないと、もし前進めないと思うんですね。一対一ってものすごく大変だし、時間も労力もかかるんですけど、それは惜しむべきじゃないと思います。味方がやっぱり何人ができると、そこからまた一対一の対話ができるようになるんで、まあ、ネズミ座っていうと言い方が悪いかもしれないんですが、そういう形で増えていくと思うんですね。だから一対一の対話っていうのは絶対に惜しまずにやった方がいいんじゃないかなって私は思います。ありがとうございます。で特にどういうところを具体的に詳しく説明したらいいのかなっていうのをちょっと思ったので、例えばどんなところがありますか？まあ、それはケースバイケースだと思うんで、ごめんなさい、ちょっと具体的な事例がないとあれですけど、そもそもね、初対面の人でバックグラウンドが分かんないみたいだったら、やっぱりその自分のことをまず知ってもらわなきゃいけないだろうし、そのある程度ね、生徒会の仲間で気心が知れてるんだけど、その案に関してだけ反対してるっていうんだったら、じゃあ向こうはなんでそれをやりたくないと思ってるのかって、やっぱ向こうのことをまず聞いて、
不安をこう払拭してあげるところにやっぱ重きを置くべきなんじゃないかなって思うんですよね。内容はわからないから漠然とした不安で反対してるのかもしれないし、なんか別の企画を本当は温めてるのがあって、それとタイミングが被るから嫌だって思ってるかもしれない。多分いろいろあるじゃないですか。そこはちゃんと向こうの要望を聞くべきじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。岸大学法案局3年の北川ひとみと申します。2つお聞きしたいんですけれども、まず秋田さんが大学とかでロボコンとかにすごく熱中されていてってことだったんですけれども、今一番ワクワクすることというか、何が身につけてもこう原動力になることですとか、一番楽しいと思うことを教えていただきたいっていうのと、一番お仕事でも家庭のことでも何でもお聞きしたいんですけれども、もう一つがその企画するためにいろいろ発想を得るというか、そういうことをするためにいろいろお勉強されたり外に行かれたりすると思うんですけれども、そういう場面でどういうことをされているかというのをお聞きしたいです。よろしくお願いします。はい、1点で私の今の原動力はですね、やっぱり子供たちですね。私今子供5歳4歳2歳って3人いて、いやまあそれはいい時はいいけど大変な時は本当に大変で、なんていうか天使で悪魔だなと思う時はたくさんあって、まあね、いい時ばっかりじゃないんですけど、でもやっぱりなんていうか仕事で帰ってきた時とかに、ああってこう駆け寄ってこられたりとかですね、一緒に公園に行ったら満面の笑みで新しいことにチャレンジしようとしてるところとかを見ると、あ、なんか私もなんかこの時の気持ちを忘れずにって感じですけど、新しいものにチャレンジするっていう気持ちを忘れたくないなって思うし、やっぱこの子たちにももっと楽しい、美味しいって思ってもらえるものを頑張って生み出したいなとか、安心した製品を届けられるようにしたいなっていう気持ちにやっぱ一番なりますよね。だから今はやっぱ一番子供たちにパワーをもらってるかなっていう気がします。2点目ですけど、私結構もともといろいろ興味は持つ方なんですけど、まあ私知らないことってたくさんあって、ね、まあ、興味いろんなものを持つといってもやっぱそもそも興味ないなって思うものもたくさんあるんですよ。ただ誘われたら基本的に断らないようにしてて、それ興味ないなと思ってても行くようにはしてます。何回か行ってみて本当に合わないなっていうのはあると思うんですけど、まあ、食わず嫌いというか全く知らないでその面白さを自分が理解できないとか分からないままでいるのはもったいない気がするんですよね。だどんなこと体験場所にも、まあ、そこが一番いいと思っている人だったり、それが楽しいと思ってたりで、運動にしたらその道のプロの方がいて、多分その中にすごいやりがいだったりとか楽しみを見つけられてる方がたくさんいるわけじゃないですか。だったらそのなんか自分は興味ないと思ってるかもしれないけど、やってみることでなんかその素晴らしさだったりとかが分かるようになるかもしれない。それは一回だとかでね、分かったら苦労はないよっていう話あるかもしれないけど、まあそこは本当食わず嫌いせずやってみる、試してみるっていうのを気がけるようにしてます。そんな感じです。ありがとうございました。法学館高校3年生の田村です。で今日は本当にありがとうございました。で自分の質問なんですが、まあ、今そのいろんな世間とかにワークライフバランスみたいな言葉で、まあ、そのオンとオフの両立みたいなことが叫ばれていますが、実際このどうしてもそのやっぱ背景にはオンとオフっていう切り替えがうまくできないっていうのがあると思うんですよ。だからそのどうしてやっぱりまあ、日本にいる多くの人たちがオンとオフっていうのをうまく両立できないのか、それとどうやったらその両立ができるようになるのかっていうことをお聞きしたいです。お願いします。俺は聞きたいの。いや、まあ、正直私オンとオフ両立できてるかって言われると両立はできてないと思ってるんですけれども、っていうかオンとオフの切り分けって、まあ、今だったらあるようでないと思うんですね。だってまあ社長やっててある意味365日24時間仕事のことはやっぱ考えなきゃいけない責任もあるから、それは当然なことだと思うし、全てをオフに仕切るのって
むしろ責任放棄にもなるんじゃないかなみたいなところもあります。まあだからといって遊びの時間ってまあ、オフの時間にはなるんですけれども、やっぱりその体調面だったりとか精神面を整える意味では絶対必要です。だけど私オフの時間も別に仕事に役立ってると思うんですね。そういう体調を整えるっていう意味では大事な仕事だし、その遊びだって言われるオフの時間にですよ、経験することがいろんな刺激になって新しいものを生み出したりとか仕事をする時のきっかけになる。要は引き出しを広げるっていう意味ではオフの時間は別にオンの時間だと思うんですよ。でまあ言葉が先行して、確かにワークライフバランスっていうのってすごい叫ばれるけど、別にそれ一言で表せるものでは全くないと思っていて、言葉にあんまりとらわれる必要はないんじゃないかなと思ってます。まあ、私はちょっとそれをうまくできてる気はしないんですけども、私が本当に完全にオフになりたい、その一瞬でいいから仕事のことを考えたくないなって思う時って、私スキューバダイビングをするんですね。もう今ほとんどできなくて年に1回行けたらいいかなっていう感じなんですけども、スキューバダイビング好きなことって重力から解放されるんですよ。で海の中ってもうお魚さんいっぱいいるけど、ね、酸素ボンベちょっと何かあったら私たち呼吸できないから死んじゃいますよね。人間ってなんで無力でちっぽけな存在なんだろうと普段なんでこんな重力にとらわれてるんだろうみたいなちょっと気持ちになるんで、一瞬ですよ、その入ってる1時間とかの間だけでもなんか解き放たれるんですよね。でそういうのが1年に1回でもあると、なんとなく自分の中ではそこがオフで、それ以外の時は、まあ、オンだろうがオフだろうが別に楽しくできるな、仕事も楽しい、プライベートも楽しくいけるなっていう気持ちがあります。だから私個人はあんまり厳密に切り分ける気がないですね。じゃあちょっとネットの方から簡単に拾うんで、はい、一問一答に近い形でお願いします。はい、わかりました。聞きたいことも結構いっぱいあるんですよ。まずこれもみんな聞きたいことだと思うんですけど、竹下さんの考えるサガのいいところってどこですか？嫌いなところも教えてください。サガのいいところですか、すっごく住みやすいところですかね。野村総研のね、住みたい街ランキング日本1位になってますからね。あ、そうなんですね、いや本当住んで最高だと思うんですよね。どの辺が最高ですか？まず土地も安くて住みやすいでしょ。で土地安いも多分駐車場いっぱいあるから車でガンガン移動できて、確かに公共交通が少ないかもしれないけど、その分混雑とか要は満員電車とかないし、すごく快適に通えて、でかつ結構農家をやってる方々が多いじゃないですか。そうするとすごい新鮮な野菜が季節に応じてもらえたりするっていう家計にも優しく季節のものを本当美味しく味わえる、なんて素晴らしいと思います。はい、嫌いなところはどこですか？嫌いなところは蚊が多いところですかね誰かのアンケートの書いてましたね、蚊が多いってね。蚊が多いのだけはですね辛いです、私よく噛まれるんで。はい、じゃあ次、竹下社長は女性社長でよかったまたは性別関係ないって思うことを教えてください。女性社長で良かったって思うことは、そういう女性活躍が叫ばれてまだ少数派じゃないですか。だからこそメディアに取り上げてもらいやすい、これはなんていう広告効果だと思っております。関係ないって性別関係ないと思うこともありますか？性別関係ないって、まあ、仕事をやる上での要はまあ成果みたいなところはある意味関係ないと思うんですけれども、まあそういうなんかやってみてのやりにくさとかはやっぱりあるところもあるし、一方でメリットもあるしっていう、まあどっちもあると思うんですよね。成果って意味では関係ないんじゃないかなと思います。はい、もう一つ、高崎商科大学から、本日ありがとうございました。竹下さん的に幸せはどのように定義されているか、それと、お菓子作りに際して幸せをいかに味付けしようとしているかについて教えてください。私の幸せですか、なんか自分の顔がほはってこう思わず
高額じゃないですけど上がりそうな気持ちになるときは幸せだなって私は思ってますけど、結構すぐ幸せな気持ちにそういう意味ではなれるんじゃないかなって思います。なんか今日もですね、本当皆さんが最後すごい一生懸命なんか楽しそうに、でも立ち上がってとかやってたじゃないですか、時間はないから乗り上がって、なんかその盛り上がってる感じとかをこう見てるとすごい幸せだなって思うし、なんか佐賀とかね、本当九州にはいい方いっぱいいらっしゃるなって感じるのもまたハッピーな気持ちに私はなれたので、すごく良かったなって思ってます。あと何でしたっけ、そのご自分の幸せをいかにお菓子作りに味付けされているか。お菓子作りは味付けっていうか、食べた時に美味しいって思えることがやっぱハッピーじゃないですか。正直試作品いっぱい食べてるとですね、美味しくないなっていう部分がいっぱいあってですね、やっぱりそこはちょっとアンハッピーですよね。やっぱ食べて幸せな気持ちになれる、美味しい、楽しいって思えることが一番だと思ってるので、ちょっとそれが味付けっていうのは違うかもしれないですけど、まあそれが基本になってるっていうところですね。今自分でイベントを企画してて、来年の3月にやろうと思ってるんですけど、そのイベントをするにあたって大体のやることは決まってるんですけど、中身のコンテンツをすごい考えるのに行き詰まってて、そういったコンテンツ作りとかっていうのはどういうふうに考えられてるか教えていただけると嬉しいです。そのやっぱり今日私が言ったのって、新しいか、人を幸せにするか、自分がそれをやることでワクワクできるかだと思うんですけど、そのイベントでどういう中身でこう人を寄せるかっていうのって、来たいって人が思わないといけないわけですよね。そうすると来たいって思うようなコンテンツじゃなきゃダメだし、じゃあ少なくとも自分たちはこれに参加して楽しいって思えなきゃいけないしとか、そういうところを、詰めていくのが多分企画をするっていうことじゃないかなって思います。どういうテーマでされるのかちょっとわからないんですけど、そのテーマの中で、なんで自分たちこのテーマ選んだってわけって、こういうことをやりたいからだよねみたいなのが多分あるんだと思うんですよね。コンテンツって結局それをどう体現していくかっていうだけで、来ていただいた方にそれを伝えるものを用意すればいいだけの話だと思うので、そのイベントを企画された時点で多分皆さんの中にはですね、やりたいことっていうのがあるんだと思います。それを企画の方々ですね、それぞれ出していけばいい、きっといいものができるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。いい企画を生み出すためにはいい発想が必要だと私は思っているんですけれど、じゃあそのいい発想を生み出すためには感情だけじゃなくて実力もつけなきゃいけないと思っています。じゃあその実力をつけるためには日頃何を自分で考えて行動していけばいいのか教えてください。多分発想のやり方っていろんなやり方があると思うんですけど、一番こうやりやすいのって組み合わせ、今日も掛け算しましたね、1と2の掛け算みたいな、そういうなんか組み合わせて新しいものを生み出すっていうのが多分一番やりやすいことだと思うんですよ。ソフトバンク孫正義さんっていらっしゃるじゃないですか。アメリカにいらっしゃる時に最初にもう全然お金がなくて、でなんか始めたことって発明することだったらしいですね。1日10分でいくら時間を取って、で何かと何かを組み合わせて新しいものを作るっていうことを毎日毎日やっていくと、そうすると1年間で365個の新しいものが生まれるみたいなことをなんかされてたらしいんですけど、なんかそういったのがなんかトレーニングの一つだと思うし、掛け合わせる何かと何かと何かみたいなのをこう引き出しを広げるっていうのが、いろんなものを見てとか知ってとか経験をしてっていうことだと思うんですね。で、その辺は確かにある程度トレーニングすればパッパッと出るところもあるかと思うんですけど、型にはまった発想ってなんとなく面白みがないところもあると思うんで、なんとなくですけど、私はそれは自分だけでやる必要はないんじゃないかなと思ってて、今日みたいにいろんな人同士が話すことで、そこのきっかけがですね、
生まれてってできるようになると思うんですね。自身としてはいろんなこう引き出しを増やすような経験だったり、それこそ勉強だったりスポーツだったりっていうのを積み重ねていくっていうのがやっぱ一番大事なんじゃないかなって個人的には思っています。最初の、講話の時に、なんかすごい共感できることがあったんですけど、私は中高と美術部で、今も大学で美術を学んでるんですけど、なんかこう制作とか1日何時間もたまに制作してて、すごい時はこう10時間ぐらいずっと1日に制作してるんですけど、もちろんその何か出すためにこう作品作るっていう意味はあるんですけど、たまにこうなんで自分は絵を描いてるんだろうって思うことがあって、なんかそういう時にやっぱ気持ちが沈んでしまうことがあるので、なんか竹下さん自身は竹下製菓で、お菓子作りをしている意味とか、なんかどういうふうに設定されているのかなと思って、お菓子作りをしている意味、確かに、ね、うちは別に菓子作りをしなくてもいいんだと思うんですよね。でも、やっぱり時々なんでやってるんだっけみたいな、変な話、やっぱりその今日の、ね、マシュマロとかも1個数十円なわけですよね。そうすると頑張って作っても会社に残る利益ってすっごく薄いんですよ。で、食品関係ってあんまり利幅がなくてですね、身近だってこう思われてる割には稼げない商売ではあると思うんですね。多分日本の中で有名な食品メーカーってたくさんあると思うんですけども、そういうところよりよっぽどその売り上げが高いのってもう部品作ってるところだったりとか、結構そういうところの方がやっぱ儲かるとか売り上げが高かったりするんですね。会社をやるとか生活していくだけだったら他の事業やった方がよっぽど良かったんじゃないかなって思う時は正直あるんですけど、でも、私も小さい時から菓子アイスに慣れ親しんできたかは分からないんですが、菓子って結構皆さんあるだけで幸せになったりしますね。アイスもそうかと思うんですけど、あんまりこう悲しかったり怒りながら菓子食べてるってないじゃないですか。なんかちょっと楽しい時にとか、疲れたからちょっと食べようっていうのもあるかもしれないけど、食べたらなんか少しほっこりしたり幸せな気持ちになれたりしますよね。それがすごく嬉しいなって私は思ってて、で自分も食べたらそうなるし、他の人にもそういう気持ちになってもらいたいなって思うんで、もっと新しいお菓子を食べてもらいたい、美味しい楽しいって思ってもらいたいし、今ある例えばブラックモンブランも他のところで買えないから、もっと食べたいんですって言ってくださる方がいるんだったら、そっちにお届けできるように努力はしていきたいなっていうふうに思うんですね。だから私はやっぱりその歌詞じゃなくてもよかったかもしれないんですけど、これだけやっぱ人を簡単にっていう言い方をしたらちょっと語弊があるかもしれないですけど、ハッピーにできるものってなかなかないと思うんですよ。そういうものを作れる会社であるっていうことがすごく嬉しいなって思うし、私がやっぱり菓子作り、アイス作りを続けていくのは楽しい、美味しいっていうのを皆さんにお届けしたいからだと思うんですね。それは会社の企業理念でもあったんですけども、私の理念と一致しているので、それはすごく私自身とてもハッピーなことだったんじゃないかなって思います。竹下製菓さんのお菓子を食べていて、竹下製菓さんのこのお菓子での思いを聞かせていただいて、お菓子は本当に人の笑顔が作れるんだなということを改めて思ったんですけれども、それ以前に竹下社長がすごく人をこう人を笑顔にさせたりとか、そういう自分自身が自分がプラスのエネルギーを持たれてるんじゃないかなというのを私は今日この時間を過ごして思ったんですけれども、何かこう普段
ご自身が、はい、ご自身がハッピーでいられるようなのも、それ以前にご自身がハッピーでいられるように、なんかこう気をつけられていることとか意識されていることあるかなと思ってお聞きしたいです。発散するときは発散するってことですね。だってやっぱりイライラがね募るときとか疲れてて、やっぱり子供にね怒ったりとか叱るときもあるし、まあやっぱ会社の中でもやっぱりどうしてもこうちゃんと指導って厳しく言わないといけないときもありますよね。いつでも笑ってもいられるわけでもないっていうのは事実で、そういうときはやっぱりその友達と話すとか、あとそれこそダイニングに行って頭を空っぽにするとか、なんか年に1回でもそういうのをしようっていうのは私の目標に、ダイニングに行こうみたいな目標に立ててるんですね。それをちゃんとやることで一気に発散をしてると思います。まあ、それをやるためには本当周りの協力が必要だし、例えばそのね、ダイニング行くとき、子供連れて行ってダイニングのショップのお子さんと一緒にですね、奥さんに見てもらって遊ばせてたりとかするんですけど、そういった教育が協力があるから、まあ、できて、すごくこうハッピーな、本当ラッキーなことだとは思うんですね。ただやっぱりそういったこう周りの方々の協力があるがゆえに、私は笑って過ごせる時があるというか、だから他の方々がなんか困ってて、なんか協力できる時があったらしたいなとは思います。で、それをお互い様でですね、なんかできたらきっと自分も相手も楽しく幸せにいれるんじゃないかなっていうことだけは気がけるようにしてます。まあ、何はともあれ食べずに発散するってことですね、一番は。で、発散するための土壌を頑張って作ると、それに尽きるかなと思ってます。ありがとうございました。はい、最後に竹下さんから若い人たちに、今日の来場者の方々メッセージをもらいたいんですけど、池田学さんの時から始まった慣習として、最後のメッセージはサラ弁で言わなきゃいけないっていうのが、この行動感2のルールになったとですよ。この間なったとですか。なったとです。で、池田さんも頑張ってぎこちない坂弁でおっしゃったんですよ、最後。なので最後、竹下さんからのメッセージはなんとか坂弁でお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。佐賀はガバイよかとこさ、バッテンみんなそういえば分かっとらんさ。でも、あんたたちが自慢そういえば本当は知っとんやろ。もっと言わんねん。そして回れば巻き込み医者期待職権よろしゅう頼ます。いいよ。ブラックモーダー。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めて全体を振り返ってどうでしたか。じゃあ、どうでした。私は楽しかったですね。で、なんか皆さん結構楽しんでくれてるかなっていう感じだったんで、まあ成功したのかな。成功したんじゃないですか。と思いますけど、講師に呼んでくださったね、方々にこれでよかったと思ってもらえたのが個人的には最後気になりますね。残ってもらえたんじゃないですか。素晴らしかね。後でちょっと飲みの場で聞かないとこれは本音出てこない。いい顔してましたよね。そうですね、なんか本当キラキラっていうね、それこそ最初に倉内さんが言われたと思って、あんな感じになってたんじゃないかなって思いました。あと中学生混じってたじゃないですか、はい、と高校生、大学生、あと社会人もいたじゃないですか、23歳以下で。で、その年代が混じってディスカッションして一個の話して喋るって結構じゃああんまないことだと思って。そうですね、なかなかないですよね。すごかった。で、なんかね、ちょっと喋れてない子にやっぱりお兄さんが声かけたりとかっていうのもあったんで、うん、あ、よかったと思いながら。いや、結構、ね、自然とリーダーシップを発揮する子たちがいるなっていうのが発見でした。そうですね、
すごい面白かったし、まあ、そういうちょっと層も分けて配置してもらってるのかなと思ったんですけど、きっといい経験にどの方もなったんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、手前にそながらという。逆にですよ、こう若い人たちと交流して自分が得たものっていうのを何かありましたか？いやー、やっぱ瞬発力あるよなっていうね、最後の20分間でもやれ行くぞみたいな、あのパワフルさをこう、こう受けてですね、ちょっと私ももう一回頑張るぞじゃないですけど、また次へのこうエネルギーをもらったなって思いますね。あとやっぱりちょっと自分もちょっと保守的になってたかなみたいなところを、まあ、その新しいっていうかこう忘れてしまったような発想でいろいろ突き破ってもらえたのは良かったなって思います。保守的になってないと思います。なってないですよ。大丈夫だと思います。大丈夫ですかね。だいぶこう悪くなったなと思って。竹下製菓の歴史をあそこまで掘り下げて聞くチャンスもねあんまないから、あれも面白かったです、ね、ちょっとねついつい伸ばしすぎちゃいましたね、うん、いや大変だったんだなと思って。そうなんです。どんぐりで飴作るとか。そうなんです。どんぐりで飴作るって結構って思いますね。衝撃的ですよね。あれ作ってみたけど、いや私ねないんですよね。どんぐり食べたことあるんですけどね。じゃあ次回報道館2は頑張ってやります。そして前さんによる、どんぐりで飴を作る会。発酵させるの2週間ぐらいかかるらしいです。すっごい酸っぱい匂いが充満すると言っておりました。あとあれね、竹下さんの質問いろいろあったじゃないですか。はい、ワクワクするときどんなことですかとか、自分が人にされて嬉しいことなんですかとかあったじゃないですか。あの回答が結構ピュアで、うん、それこそ忘れてたかもなみたいなのがいっぱいありましたね、うん、人にされてほしいことが嬉しかったこと、応援みたいな、うん、この子は部活をやってるんだろうなみたいなこととか、そこにいた中学生の男の子はワクワクすることはやったことないことをやるときみたいな、うん、とか、あっちにいた女の子は格上の相手と対戦するとき書いてあって、あ、そうだよなみたいな、ピュアな感情に触れたのがありますね。